アルゴスの戦士2002年テクモ、どうもアレアンです。さあ今回はこのレーザーの向こう側行ってみましょう。とりあえずこれ使って飛び越えろってことですよね。さあ向こう側、おっと、ああ足場が崩れてんな。ジャンプで飛び越えていけってことですよね。じゃないと1回戻されるのかな。おお、来た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 、レーザーが来た。はい、これジャンプで飛び越えられるのかな。こっちですね、ここの上に飛びつけと。 OK、 さあどんどん進んでいくぜ。はい、さあこれでこの向こう側かな。おっと、なんか来た、槍みたいな、ハンマー持ってんね。行って、攻撃通ってない、ガードできんのか。ガード効くね。行って、落とされた。めんどくせえな。あれどうやって倒すんでしょうね。戻ってきたぞサイクロプスのところ。とりあえず穴落ちないように攻撃の後に打ち込む。ガード、やば、よし、これで倒せんじゃないか。ガード、ガードかわして、よし撃破。戦い方が分かりゃ簡単でしたね。剣ゲットですね。それからこっちに未来への音階6ゲット。他にはアイテムありそうだな。あ、馬がいてる。回転、これで右のタワーの2階が回転するのかな。 OKOK、向こう側に渡れるようになったってことでしょうかね。こっち側、ああまたスイングで飛んでいくとか、また厄介ですね。落ちそう。いけ、 OK、 これ落ちるのか。そんなことないか、宙に浮いてるだけ。すごいね、すごい技術。よし、渡ったぞ。右タワー2階、またアイテムありそうな感じですよね。はい、どうも、鎧ゲットで、これは封印されてる扉が奥にあるってことかな。先にアイテムとか敵とかいてないか見とこう。あ、レーザーがあるね。これだけかな。じゃあ海のディスカーマーで炎をもらっていきましょう。ジャンプで飛び越えられるってことなのかな。いけましたね、全然いける。よし、封印解除。さあ奥行くぜ。またなんか暴れてる音がすんな。なんだなんだ、あ、こいつらか。よし撃破、ガード、よっしゃ。そんなに強いモンスターは出てこなさそうだな。よし、さあ馬を回転。これは3階の部分が回るのかね。3階ですね、これが最後の階っぽい。こっちから上に登れってことか、そんな感じがするな。あ、そうですね、こっからですね。はいよ、上に、で今度はこっち、はいよ。それから次はどこだ、こっちか。よし、でここですね。はいよ、上の階に。で今度は、わー、なんだこれ、壊せるわけないよね。どうすんのこれ。あの回ってるやつを避けながら飛び越えて渡ってけってことなんでしょうね。とりあえずこっちに、それから向こう側、はい、
で、こっちね、またこっち来て、際どいところ通ってんな。よし、今度こっちか。はい、こっち渡ってさらに向こう側へ。はい、そこ封印されてますよね。ちょっと行ってみる。封印されてんな。じゃあさらに向こう側に行くのか。早いやつがいてる。渡って大丈夫？あ、いたどっからやり直し？これ一番初めんとこからじゃないですか一回まで戻されないだけマシですけどね。さあ、この速いやつは通り過ぎた直後に通り抜けて向こう側にすぐ渡る。 OK、 こいつが封印解除でしょうね。封印は解除したぞ。でまた戻っていって封印の扉のところから左のタワーに抜けていくってことかな。ここですね。 OK、 通れる。アイテムがあるとかはないですね。さあ、ここまた渡っていく感じですか。スイング、あー結構難しいな、スイング、タイミングが。よいしょ、いけ。 OK、 念のために確認しとこう。こっちはアイテムはない。向こうも行き止まりかな。さあ来た、左タワー3階。お、なんかあるぞ。海のディスカーマーの連続攻撃技が増えた。いいね。なんかアイテムは落ちてるかな。経験値だけかな。経験値だけですね。レーザーはジャンプで飛び越えていけってことですよね。はいよ。なんかいけんな。はいよ。柱が邪魔で攻撃が当たんないオッケー、撃破。こっちにもいけんのか。こっちはいない。オッケー。ここは封印されてる。奥まで一回行けってことかな。ここにまたモンスター。はいよ。攻撃当たりにくいなオッケー。この奥の方に馬の像があるのかね。発見。さあ、アイテムは経験値だけかな。体力回復、いいですね。未来へのレリーフ4。この辺の未来へのシリーズは一体何があるんでしょうね。おっと、またこいつらか。嫌いだわ。痛い痛い。深海の盾。よし、撃破かな。オッケー、これで馬の像を回そう。これで封印が解けるのかね。封印解除。
さあ一つ前の部屋に戻って抜けましょうか。これが最後の部屋っぽかったけど、周りには何もないですね。このまま目の前の橋を渡っていけってことかな。新しい場所に来た。なんか来たぞ。でけえ。なんだこれ、ミノタウロスか。あ、怖っ。やっぱり超えれる。ダメージガードされてんな。後ろ回り込んで攻撃ってのが一番いいパターンっぽいけど、ガードできんのかこいつの攻撃。よし、ダメージ通ってる。後ろ回り込んで痛えわ。真正面から攻撃しても攻撃がガードされんね。よし、後ろ回り込んで、よし、当たってねえな。あぶね。攻撃後の隙が攻撃のタイミングかね。はいよ、ガードして2発ガード。いった。やっぱ後ろ回り込むか、この方が確実っぽい。よし、効いてる。いって。ガード。よし、いけろ。いって。範囲攻撃か。あ、いった。わけわからん攻撃でダメージ食らってる。よし、いい感じ。クソ、ガードが間に合わねえ。危ない、隙もやってくる。よっしゃ、割り込め。ダメだ。ガード倒したかな。オーケー。あら、沈んでいっちゃいました。そんなに苦戦することなく倒しましたね。あ、向こうにミノタウロスの像が沈んでるぞ。なんだこの場所、でっかい空洞みたいな。ここには手の像がありますね。ミノタウロスの像がこの足場を支えてるって感じかな。クレオパトラ。How dare you kill my retainers? How will you seek vengeance for your dead son? How do you know of that? I am just a man who was a gladiator and I have no memories. I know nothing of my father or mother. I do not even know my true name. No, it can't be. Perhaps it is. Yes, your true name is... My true name?同じ模様が手に入ってましたね。まさかこの主人公がシーザリオンなのか。クレオパトラの息子。回復、いいね、ありがたい。祭壇ぶっ壊してやりました。アイテムとか出ないんですね。これは壊せないよな。じゃあこの向こう側に行けってことかな。わあ、なんだこれ、エレベーター。オトリスさん、新しいマップにやってきましたよ。壊せる瓦礫がいっぱいあるね。
とりあえずこんなもんか。ここ登っていくってことかね。よし、上の階にやってきましたけど、とりあえずこの奥が行き止まってるからこっちから見ていきますか。深海の剣、これは壊せないよね多分ね。こいつをなんとかしろってことか。このスイッチを押すには特殊な力が必要なようだ。今は進めない。じゃあとりあえずこっち側を進んでいきましょうかね。よっと、うおー道が崩れた。炎の芋虫が出てる。炎の芋虫はいよ、どんどん湧いてくる。いけ、新技披露。よいしょ、いいね、強い。道が崩れたところにはうまいこと足場ができるもんですね。これで登っていけってことね。あれ、はいよ、これはなんだ、未来へのレリーフル置く。オトリュスさん中腹、とにかく潰せる瓦礫がいっぱいあるからアイテム探しながら進んでいきましょうか。これは潰せない。あ、また虫たちが出てきたぞ。はいよ、おお、炎、炎入ってんじゃない、爆弾みたいなの入ってんね。よし、ダンサーを降りるのに動きおかしくねえかこいつら。逃げろ、逃げるぞ、いけ。よし、深海の鎧ゲット。また来た、はいよ。ここにもう一人、よし、撃破かな。あとは雲みたいなやつだったね。よし、まあ、全部倒したっぽい音が鳴りましたね。わかりやすい、ここの封印も解けてますしね。で今度は上の方に登っていくってことかい。こっちかな、さらに上、行き止まってんな。なんかアイテムありそうな予感がするぞ。なんか出た、オムパロス。なんだオムパロス、大地の霊力が凝縮された神秘の石、イコールが全回復。おお、すげえ、回復アイテムですね。とりあえずどんどん進んでいくかな。はい、そうな瓦礫は壊して進んでいきましょう。あー、なんか崩れそうな感じがしたわ。回復アイテムゲット、いって、炎を吐いてくるね。逃げながら炎を吐いてくる、結構厄介。よし、体力はそんな強くないから2発ぐらいで倒せんのかな。いて、いて、はいよ、撃破。さあ、また上に登って進んでいきましょうかね。建物崩したら経験値もらえるって一体どういう仕組みなんでしょうね。これも潰せんのか。おお、いけるね。すげえすげえ、いただいただ、ダメージ食らってねえか。オッケー、よし、おお、また上から。さあどんどん行くぞ。これも
潰せないのかな。また崩れた。まずは雲。よし、向こう側にアイテムが見えてるね。深海の盾ゲット。はいよ、封印解除。瓦礫倒して、瓦礫潰して奥の像をもらいに行きましょう。さあ、この像は何だ。天のディスカーマーの連続攻撃技が増えた。ネビュラバースト。バーストこういうことね。いいよ、上行くぜ。さあ、とにかく一本道ですね。敵を倒しながら進んでいくだけでいいっぽい。こうなんだ、どうなってる。あ、視界がこんな感じにまた瓦礫かな。瓦礫っていうか岩ですよね。ぶっ潰せ。上から追ってくるんでしょうね。よし、これが終わってから次の岩。オッケー。全然迷わないな。そうか、もうラビ、何でしたっけ、ラビリントスでしたっけ、ラビリントス級。あそこ抜けたから特にもう迷宮じゃないんですね。ただの山ですもんね。登山道を登っていくだけ。はい、ここで行き止まりかな。こっち。おお、また違うマップですね。山の登山道かな。なんか、あー、落ちた、落ちたぞ。なんだここ。さっきなんかアイテム拾いませんでしたっけ。はいよ、行け。よいしょ。特に何も拾ってないですかね。また虫が上から降ってきたな。とにかく潰せるもん全部潰して、お、深海の鎧ゲット。アイテムだけゲットしておきましょうね。さあ、向こうのやつ、こいつ倒そう。いけ。はいよ。ああ、燃えてる燃えてる、体が燃えてる。そろそろディスカーマーレベルアップできんじゃないの。全然いけるぞ。強化しよう。じゃあ次は海のディスカーマーをレベル3に強化。 OK、 これでマックスまで強化しましたね。このなんだ、この神殿みたいなやつ、地球儀みたいなのが真ん中にありますけど、こっちも進めるようになったのかな。こっちも渡れんね。また虫が来てるな。クリア。とりあえずこれ触ってみましょうか。なんだワープポータルかな。ここはどこ。ああ、崩れたよ。なんだよ、どうやって戻るんだよこれ。あ、こっちに道がある。これは今を動かせない。さっきのやつと同じですね。こっちでいいのかな。あ、上に登れんな。向こう側にもなんかあるけど。はい、どこに来たのこれ。全然見覚えのない景色だね。どこですか、今どこに行けるんですか。よっと、ここは、これはなんだ。海のディスカーマー、炎をもらって、でどこ行くんだ。どっかに封印があるってことか、近くに。あ、なんか来たわ。
消えちゃいました。とりあえず敵を全部倒しとこう。ここなんだ、未来へのレリーフゲット。これこっち側行けますよね。ここに何かアイテムがある。名もなきアルゴスの民の手紙ゲット。これか。誰が何と言おうと俺はあの人が好きだった。確かにぶっきらぼうで愛想笑い一つできないからみんなから誤解されやすかったかもしれない。だがあの人はアルゴ女王と共に俺たち逃亡奴隷にまで同じ国民としての地位を与えてくれた。そして何より彼は俺たちに生きる意味を教えてくれたじゃないか。なのになぜ俺はあの暴動に参加しちまったんだ。東方の覇者アレクサンダーの名を恐れた仲間たちは刃をかざし城内へと押し寄せあの人を。あの時みんながどこかおかしかった。暗い炎をまとう目をギラギラと輝かせ腹の底から絞り出した土星とむせ返る大衆を身にまとい返り血と熱狂に包まれ口元には薄笑いさえも浮かべていた。なぜ俺はあの暴動に参加してしまったんだろう。そうだ、誰かが不意に心の中で叫んだんだ。奴を殺せば俺たちは助かると。なんでしょう、誰かに操られてたって感じなのかな。さあ、これはさっきの封印を持っていった方がいいのかな。この柱ぶっ潰したらあの上のね像が取れそうなんですけど、今はいけないのかな。さあ、炎をいただいて、こっちの奥ってことでしょうね。この上、ああまた敵が来た。封印の炎をまとってたら敵出てくるのかな。この向こう側かな。どこだろう、どこに持ってきゃいいのこれ。持っていく先が見当たらない。このさらに上、ああもう消えちゃいましたよ。あ、ここかな、ここですね。ここに持ってこいってことか。戻って大急ぎでここに向かってこないといけないね。ここに倒しといた方がいいんでしょうね。こっから上に、はい。さあ、この辺に敵が出てたよね。いた。オッケー。海のディスカーは強えな。さらにそっちにも。はいよ。楽勝。どんどん来るな。無限湧きってことないよね。変な動きすんな。ちゃんと階段登ったり降りたりしてるこいつら。これで終わりかな。さあ、もう一回じゃあ炎をまとって向かいましょうか。もう行き先は分かってっからね、一直線に行くぜ。オッケー、封印解除。なんかいっぱい出たわ。こっち側行けそうですよね、やっぱりね。そうだよね、この向こう側に行ったら何か像が見えてるんだよな。こっち、これか。深海の剣ゲット。この下はどうやって行くんだろう。行ける気がしねえ。こっからはジャンプで降りたりできなさそうですもんね。何か別のルートで行かないといけないのかな。こっちはジャンプで戻れない。もう一回こっちから行き直しかな。さあ、じゃあ虫たちを始末して封印の向こう側行くか。楽勝。さあ、この封印の向こう側には何があるんでしょう。ここは見覚えがありますね。
戻ってきたのかな。戻ってきてるよな。前に柱ぶっ壊したもんな。ここ、この馬の像ももう動いてるでしょ。回転させたやつですよね。ここエリシオン聖殿ですね。そうか、この辺のスイングが使えるようになってるんですね。で、この上に行けるようになってるってことかな。進めそうな感じがしますね。これはどこに続いてんの。あ、落ちた落ちました。ここ何、ポセイドニア神殿に来ましたね。ポセイドニア神殿にはもう用はないですからね。これを渡って向こう側に行けってことなんでしょう。多分こっち。新しいマップだよな、多分な。回転するやつね。転がってくるんです。見ましたい。よ。で、なんかアイテムありそうな感じすっげーするな。出るんでしょ。こっちは潰せない。アイテムいっぱいありそう。大して何も持ってない。あ、回復か。大して何も持ってないですね。スイングで向こう側に渡れってことかな。こっちの上は行けないですね。行きましょうか。普通に落ちても登れる。リフトで上に。なんだろう、なんかあんのかな。どこに向かってんでしょうね。なんか出たぞ。はいよ。海のディスカーは攻撃力強くていいっすね。戦いやすいわ。接近戦にはこいつ持ってこい。無限湧きか。でもなかったね。一掃してやった。さらにここから上に行けるっぽいよね。はい、さらに上に。まだ上行くんですかね。今度はこの上に。よいしょ。未来への恩返し7ゲット。結構頂上に近くなってきたけど、これは今押せないやつね。石板みたいなやつも壊せない。ここになんかあるな。これはなんだ。深海の剣ゲット。どうしよう、どこに向かってるのか全然わかんねえな。こっちはいけない。じゃあさらにこの上かな。はいよ。あ、まだ向こう側上いけるね。ほい、こっちもか。あ、いけるぞ。お、なんかある。なんかゲットしましたよ。ストンピングで特定のスイッチを押すことができる。空中で R1 ボタン。なるほど、でっかいスイッチを押すのはこれか。こうしてこういうこと。あ、なるほど、この上に乗ってこうか。あ、むず。若干ずれるんですね。真下じゃない。あ、石板が崩れたぞ。あ、いいねいいねいいね、いいですね。 OK、 先に進めるようになったってことかな。おお、崩れてきた。これはさらに上に行くのか。あ、滑車で麓まで戻ってきた。
多分ここはこのアイテムをストンピングを取りに来るための場所だったんでしょうね。オトリュスさんの方に戻った方が良さそうですよね。ここ行き止まりだったもんな。オトリュスさん戻る途中なんですけど、ストンピングの装置が見つかりましたね。こいつをなんか崩れたぞ、あそこ。何が起きたんだ。あの上のアイテムが取れるようになったとかそういうことじゃない。これは潰せないですもんね。上から回っていくのかな。上の道が崩れてるとかそういうことかな。やっぱりそうですね。さっき金の像があったところ、金だったかな。この上の階に像があったところの道が崩れて下に降りられるようになってる。こっから取れってことですね、アイテムね。ゲット。ペルセポネの秘跡を手に入れた。また新しい秘跡ですね。ペルセポネ、スナップから振り回さずに敵を放り投げるようになる。へえ。あんまりスナップ使わねえからな。さあ行くぜ。これでもどうやって向こう戻るんだ。あ、これはストンピングか。なるほど。これで戻れるようになったってことですね、こっちから。 OK。 何かアイテムが見えますね。これはなんだ。はい、ライフ回復。あれ、どうやってあの装置の方に戻んの。こっち違うよね。あれ、どうすんの。あ、普通に入れましたね。オッケー。じゃあこいつ使ってオッケー、戻ってきましたよ。この向こう側ね、また進めるようになってんだけど、こっちこっち。オトリュスさん、ここはどこに続いてんのかな。あ、元来た道に戻ってるだけか。さっきストンピングで進めそうだった場所はもっと手前かな。一番初めの方でしたっけ。あ、ここですね。これこいつを OK。 あ、アイテムか。ニケの秘石をゲット。ニケの秘石は何だろう。この右側のやつかな。ガードキャンセル攻撃が使用可能。ガード中に四角ボタン。なるほど、結構いろいろ覚えてきましたね。あ、ディスカーマーレベルアップできんじゃねえか。天のディスカーマーレベルアップ。 OK。 さあ、てことで次回はこのオトリュスさんを攻略していきたいと思うんですけども、今回ね結構いい時間やってますんで、この辺にしておきたいと思います。さあ、今回ストンピングもね覚えましたしね。リフトと何だったっけ、リフトとスイング、あれで遠いところにも渡れるようになったので、またこのオトリュスさんを進んでボスを倒しに行きたいと思いますよ。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。